はい、こんばんこんちは。PC 版のフォールアウト4サバイバルモード続きやっていきたいと思います。前回パートから色々ありましてね。ぬかギャラクシーの脅威を排除するっていうクエストがあったんですけど、ENB とかね、モッドとか色々導入してるんで、ぬかワールドに入った瞬間にクラッシュしちゃうんですよね。なんで、それを改善するためには色々モッドを一つずつね、解除して、ENB も解除したりとかね、アップデートしたりとかいろいろしないといけなかったんですよね。でもその作業がめんどくさいってこともあったんで、まあ行ってクラッシュして復帰したんですけど、まあそのままパムちゃんに報告して現在ここに戻っているって感じですね。なんで今回パートは、まあとりあえずレールロード本部の外に出ましょうかね。出てきましたけど、時間的には夜9時39分。というのも、クラッシュした時に、ここでクラッシュしたんだけど、その後、セーブしてからクラッシュして、復帰して、で、ここから強引ながらも、もう睡眠不足が発動しそうだったけど、なんとかここまで帰ってきて、とりあえず、レールド本部まで帰ってきて報告した感じだったんですけど、現時点ではとりあえずセーブが最優先なんで、まず、そうだな、ダイヤモンドシティに行きたいな。まあとりあえずダイヤモンドシティにこっから向かっていきたいと思います。ちょっと暗いんだよな。そろそろ、あ、もうバッドステータス出てるんだよね。注意しながら行きたいと思います。ボクシングジム、暗くて見えないんだよな。まあそれかハングマンズアリーに行ってもいいけどな。そうねーと思ったけど、頑張って、そうか、やっぱこっち行かないかんか。まあここ行きましょう。 BOS が来てるし、お、めっちゃ明るい。発砲。戦ってるね。レーザー見えるね。まあ、とりあえず進んでいきましょう。近いな。大丈夫かな。初見のプレイの時はとんでもないことが起こって、そこにホールがあるんですけど、そこで話してたら、神父と話してたら、そこにビーウースのやつが突っ込んできて、大爆発して、みたいな。大乱闘、みたいなね。で、意味わからぬまま、教会のクエストは終わっちゃったみたいな。静かだな。まあとはいえ、再読み込み、そこかやばいぞ。まあ再読み込みしたということで、そろそろねタレットとかがあるところでね。 OKOK。 暗くて見えないんだよな。 FPS にします。見えんぞ。見えそうで見えない。
止まってるね。オッケー。よし。で、前回パートの時のさ、やつで45口径をめちゃくちゃ使ったからね。よかったよかった。まあここ抜けちゃえば早いよ。もう足元しか見えない。まあちょくちょくカット入れながらね。はい、到着しました。ハングマンザリ、とりあえず水飲んで、水飲む前にちょっとごめんね、みんな、もう夜遅いからね、めっちゃ人いっぱいいるわ。先にちょっとして水飲んで、うん、これでやっと寝れる。じゃあこれで朝までようやくぐっすりと行って旅立とう。こっからのクエストがよく覚えてないんだよね。 OK、 はい、じゃあまあとりあえずなんか食べましょう。で、目的地がまあこれをちょっと消そうか。え？どこにあるんだ。まあもうとりあえずまあ向かっていこうか。グッドネイバーのあっちの方の感じかな。うん、今日はいい天気、行こう。静かね。微妙に読み込みが。うん、前回パートだったっけ？前回パートこの辺にスパミューまで来てたよね。あ、近いな。大丈夫かな？と思ったらダイヤモンドシティナビゲートが言ってたから、ちょっと違うな。ま、ダイヤモンドシティの向かいを通っていきましょう。そろそろなんか防衛戦も来そうな予感もするしな。ここも定期的になんかもうスポットはいつもいるな。よし、行こうか。この辺に来るとまたちょっと危険なんだよね。地味にデスクローも前いたからね。もうデスクローはもう全国的にいますみたいなね。いいね、このロケーション。下がって下がって FPS します。ロケットランチャー飛んできたぞ。うわ、いきなり きついじゃん。ディーコン行ったれよ。出てきてないんだよな。ダメか。裏から回るか。で、こっち側がたまにグールもいるからね。その辺注意していかないといけないよね。
ブルート来たね。どこだ？オッケー。オッケー。片付いたが、ちょっとだいぶ疲れたな。フュージョンセル。フラググレネード。ああ、面白いな。お、まだ持てるか。よし。やってるね。まあいいや、任しとこう。ちょっとディーコに、おお、ちょっと応援に行こうか。ディーコン、ミサイル。応援に行こう。なんだ、何と戦ってんだろう。レイダー、ベテラン、見えない。うわ、めっちゃ HP 回復してる。ガンガン攻めるね、BOS。まあいいや。まあ行きましょう。さっさと行かないとやばいよ。こちら。わあ、なんかいそうな感じだな。カーション。OK、大丈夫ね。ああ、マネキンか。あ、いるね。レイダーサイコ。で、ここはスワンコ。スワンコもさ、なんか定期的にいるんだよね。はい、だいぶ近づいてきましたけど、近いぞ。わわ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 、うん、ちょっと遠ざかっちゃったぞ。やばいわ、やばいやばい。こっちの方曲がっていってみようか。どっから行くの？
違うな。ん？あそこが出てるな。ちょっとこっから登っていってみようか。ちょっと FPS します。お、抗生物質ちょっと物色していきましょう。アドバンスト OK、 いい感じ。何ディーコン、ちょっとごめんディーコン、といて。ここか。ディーコン飛んでこれる？大丈夫かな？じゃあ入ってきます。巡回をして仕事をしている。そろそろ大きな秘密について知る。みんなはデズデモーナが大やぶんだと思う。彼女は作戦を決定し、お高く止まった演説をする。でもただの芝居だ。彼女は俺の言う通りにする。なぜならレールロードは俺の部隊だ。創設してからずっとこの感じだ。はいはい。お、なんかあるぞ。俺らは巡回をして仕事をしている。そろそろ大きな秘密について知る。みんなはデズデモーナが多い。彼女は俺の。分かった分かった。本当にあなたが創設したの？そうだ。俺とジョニー・ディーと終わってたな。あれは60年前、いや70年前だったな。ないことは忘れてしまった。俺たちは大きく成長した。良いことをたくさんやってきた。人造人間をたくさん救った。だが俺たちはそれ以上のものだ。連邦をインスティチュートから防ぐ最後の防衛線なんだ。もしかしたら世界の防衛線かもしれない。続けて。俺らの任務は全て人造人間のことだと思われている。だが他にもっとやっている。より良い、より明るい連邦を作っている。レールロードは今まで存在した組織の中で最高で最も高潔なんだ。俺らはこんな戯言を続けてられない。あなたと旅をすると退屈しないわ。人を楽しませるのは好きでね。ああ、伝えたいことがあったんだ。いや、教訓と言うべきか。他にいろんな組織がある。いずれお前もその組織独自の戯言を教え込まれるだろう。無用なおしゃべりは無視して、その組織が何をやっているのかを見るんだ。何をお前に頼もうとしているのか、どのような世界を作らせようとしているのか、そしてその代償はどう支払おうとしているのか。レールロードは何を提案しているの？世界を救おうとしているわけじゃない。少ない人数には大きすぎる仕事だ。ただ良い世界にしようとはしている。人、人造人間ずつ、あいつらを助けようとはしている。少し手を貸してやるとか、他の人がやりたいと思っていることではないが、ただ少しは役立っているはずだ。だけど本当に聞かないといけない質問は、お前は俺らのことをどう思っている。最後には選択しなければいけない。正しい選択をするんだ。はいはい、じゃあ行きましょうかね。お、こんだけか。ステルスボーイ、綺麗なグレースーツ、メカニックジャンプスーツ、なんもないね。オッケー。あとパームに報告か。とはいえここクリアマークついてないんだよな。ああ、何もないとこか。まあ、出ましょう。うん、このままパムちゃんに報告行っても寂しいから、
まあとりあえず下まで降ります。はい、なんかもう足踏み外してリコンだけがね落ちちゃいましたけど、次の新人に俺がエデン大統領だと思います。できると思うか。はい、懐かしいこと言うね。はい、これはどこだ、ケンブリッジって言ってたから、まあとりあえずバンカーヒルに移動しよっか。報告は同時がいいからね。バーボンか、ここまで来てうっかりと死ぬわけにいかないからね。いるね、人造人間。他にもいるのか。やべえわ。ちょっと見えないよ。やっべ。リーコン激しく邪魔。まあでも伝説1体倒したからいい感じ。ん？死体どこ行った？あ、これか。まあお土産だな。スカベンジャー。まあここでちょっと一回セーブするわ。よし、じゃあとりあえずバンカーヒルの方に。向かう感じですね。ちょっと近接用の武器に持ち替えて。やってるね。この上にも結構レイダーとかいるからね。よし、何もいない。バンク、FPS にします。ん？どこにいるんだ？電池のままだけど。武器しまってちょっと走る。オッケー。高所になったけど見当たらねえな。ばったり開かないないからな、この辺は。よし、よし、バンカーヒル。もう HP も減ってるからちょっとスティンパック打つわ。で、ちょっとバンカーヒルの水道でちょっと飲もう。よし、到着。
水。よし。あとついでに拾った瓶にちょっと水を入れよう。よし、完全回復。よし、じゃあ近いな。あー、やっぱりここか。おい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 、 BOS 誰かいるのかとか言ってね。どっから行くんだよここ。あ、行けるか。もうなんか前々回パートだっけ、 BOS がなんとかそこを倒してくれたからね、静かになってるけども。近いぞ。いけないじゃん。お？ここのビルか？なんか前の時に言ってくれればよかったのに。どこどこ？下っぽい？ここはいけないもんな。こっちからは開けられない。ちょっともう一回クエスト見てみよう。建設現場。あ、上の方行けばいいのか。じゃあとりあえず、まあ、上まで上がっていきましょう。ディーコン何してんの？からダメか。どこどこどこ。いやでもタイミング良かったわ。前々回パートぐらいの時にここに遊びに来た時に戦闘は終わってるから向こうね。ディーコまた落ちそうだな。よいしょ。風がすごいんだけど。オッケー。よしよしよし。軽い空腹。まあ、じゃあこっからまた下までカットしまーす。はい、降りてきました。じゃあこっからとりあえずあとはもう帰るだけだからね。そういうこと。とはいえあそこがさ、レールロード本部が、セーブはできるけど、がっつりと睡眠は取れないんだよな。その辺がちょっとネックだよね。まあ、向かっていきましょう。帰りましょう。まあ、この緩やかに過ぎゆく散歩の時間を大切に。ね、景色もいいもんね。本当にウエストバージニアもそうだけどさ、ボストンの方にもリアルで遊びに行きたいもんだね。おっと、読み込みあったぞ。
ここ気になるな。またの機会に。ここボーリング場か。はい。まだ？こっか。帰ってきました。じゃあ中までカットします。はい、戻ってきました。よう、あんた。ランドルフの隠れ方はスイッチボード以来音信不通だった。でも今は受け渡し場所の一つを特定した。デズはその場所を確かめてほしいらしい。ランドルフが無事だといいわね。変化の兆しになるようなグッドニュースに期待したいね。受け渡し場所の件に対処したらデズに報告してくれ。はいはい。またなんかクエストが勝手に始まりました。まずその前にちょっとパムちゃんとかに報告ですね。まず何でもやトム。ミラから大量の情報が送られてくる。一見したところ大気は正常なようだが、もっと詳しくデータを調べてみる。こいつらを設置する別の場所はすでに見つけてある。時間ができたら頼む。はい。うん、どんどんクエストがね。またちょっと持てないから、あ、服、これ装備できる？あ、できるね。仮眠をしていたら、まあいいや。あとはパムちゃん。ビーコンの記録が最高だわ。彼からパムちゃん分析中。かわいいね。今ならランナーが貯蔵庫にたどり着ける。うん、終了。すべてのプロセスが維持状態。パム。ヒブロビオンメソッドを使って再発分析を始めます。ん？もうクエストない？データセットを使って再度構成中。確率の限度に近づいた。そっか。はいはい。まあそんな感じで。荷物が多くて。まあちょっとディーコンに持ってもらおうか。だから、ちょっとディーコン。ね、結局、なんかの時に置いてこないといけないね。これが1だろ、フラッググレネードだろ。センチネのマチェット、これ、うん、たった2なんだよな。これが3か。よし、オッケーオッケー。じゃあとりあえずデータでこの2つを中心にやっていこうか。ミラーを取り付けるポイントも近いそうだな。あともう一つはどこ見える？あー、もう覚えてないけど。はい。まあ、じゃあそんな感じで、今回はここで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。